東京ヒヤリハート。前回のあらすじ。ついに結果発表。すでに就職している国老の余裕しゃくしゃくの目線を受けながら、なかなか接続できないマッチング協議会のホームページにいかんせん清介の二人は発狂寸前。医学部1年生から5年生の皆さん、ここまで面会になられます。普段はもっとマシ。俺たち貧乏医者 YouTuber 東京ヒヤリハート。楽しくないわいわい。来てる、回ってる、回ってる。これめっちゃパチンコの動画と同じ。来たー。頑張れ。それじゃマッチ頑張れ。どんな演出だ。これなんすか。あ、これね、俺の ID だから消していい。で、ログアウトしていい。ちょっと待って、これログアウトする。待って、写真撮っていい。ごめん、それも。えっ、震えてません。ちょっと震えた。君とかパソコン開きたら、ほら、いきますよ。うん、消してください。でも俺多分一人見れたらそっから早いんじゃないかって思ったい。けそうな感じします、ね、ちょっと待てばいけるんだろう。地味にさ、俺の去年の第一志望なんだよね。まあそれに関しては。あー、ちょっとマジできついな、これ。自分のターンとなるときついっすね、これ。ルンルンで歩いてるぞ、あいつ。違う違う。尿意を我慢したらそうなるだけです。よし。あ、かっこよさないけど、いいかな。あ、入力まで。はよ。はい。はよ。え、あ、あ、俺待ちですか。それそっか。あ、ちょいで。つながった？ログイン画面まで行く。ああ、そっかそっか。じゃあ、行きます。はい。それ、いる？ね、なんか、勉強道具近づけると。あ、もうここまで行ってんのね。行きますよ。はい。今どこしてる？ログイン。これをでも繰り返すんでしょ。そうマウスの方やりやすくない？誤操作が減るから。そうそう、左手を踏み抜いて。あ、あ、いきそうだな。あ、え、これは、え、いや、ちょっと、あ、そうだね。あ、でも、マネージャーだ、マネージャーだ。医療面接におけるシステムレビューで正しいのはどれか。ベガ話したら動かんかなと思って。あ、でもずっと回ってる。いや、もうどこに行っても俺が行く人ごろに受かるはず。ここだなと思ってる。あ、あ、変わったぞ、変わったぞ。一段階変わった。何に変わりました？どこ？上に回ってる横の標準みたいな。え？うっ。わあ、予想してたとこにありました。なるほど。都内ではある。都内ですね。大難所4っす。あ、まあよいしょ。ああ、疲れた。いや、ほんとに疲れた。じゃあ、まあ一応東京進出ということで。はい、おめでとうございます。高い、高い。頑張ろう。先輩、よろしくお願いします。
痛い、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 なあ、なあ、なあ、首に、首にしろ。なあ、じゃあ、なんて言っちゃった。ということで、ちゃんと東京ヒヤリハットに慣れたということで、まあ、実際もうめちゃめちゃヒヤリハットしましたけどね、もう今日本当にだいぶ東京じゃないかもしれない、マジで。でもあれだね、じゃあエリアがさ、はい、もう綺麗に3分割したくない？そうですね、確かに。南、ど真ん中、はい、西、西、そうっす、西東京の方、西、うん、うわー、やっと終わった。いや、ほんとそう。はい、ということで長かったな。じゃあ実際多分編集しますけど、実際1時間半うんうんなってたわけですよ。いや、まあ時計がさ、だから後ろに置いてたけどさ、じゃあどこに住みますかっていう。はい、ということで、じゃあ、まあ、今から話し合っていくから、これを録画してしまうと個人情報がじゃじゃ漏れになるので、じゃあ話し合いの結果はまあおいおいとして、はい、病院結ぶと今日も大三角形になっちゃうから、バラバラになっちゃう。確かに確かに。じゃあごきげんよう。東京ヒヤリハット、国老清介いかんせんの3人の東京タワマン暮らしはとりあえず決定。そうすると佐賀から東京までの引っ越しをどうしようかという話に。せっかく上京するわけだから、国老の好きな水曜どうでしょうみたいに、バイクで佐賀から東京まで走りたいと国老の思いつきでバイクを用意することに。ただバイクを新しく買うお金なんてもちろん持っていないので、国老がヤフオクで4万で購入した動かないバイクを修理して乗ることになったのだった。これは塗装と修理を頼んでいた国老なじみの修理屋さんに向かう車内の映像です。動画撮影 OK らしいです。ベスパ100です。待ち時間です。いや、まあ、すぐ治るしょ。え、あここ隠れスムーズで。いい音。これで、こ、あ、これがストッパーね。うん、いい音するよ。いい音っすね。でブレーキが効かない。え？殺人マシンじゃないですか。ブレーキはね、ニュアンス程度にインスタ映え殺人マシーンじゃないですか、これ。ただえ、それ俺まあ、まあ、乗るの俺らじゃないし。いや、そうなんです。それはそうだけど、乗るの本当に。ちょっとさ、とりあえずさ、キューキューの復習今しとかん。めっちゃ寒くない？行きますか。続く。国老からのお願いです。この動画が少しでも面白いと思ったら高評価を、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして通知をオンにしていただくととてもありがたいです。